おはようございます。7月30日朝4時45分の相場解説、日足になります。日足を見て大きくお話しできることはこれです。ずっとね、この黄色い線ゾーンの上の方で推移していたものが現在は下の方に一気に飛び出しましたよね。移動平均線見てもこの辺からですね、かなり下の方に開いているのがわかると思います。いわゆる下降トレンドの始まりですよね。で、4時間の方をこれで見てみると、はい、このゾーン、このね、レンジのところでいろいろとやっていたことがもう懐かしいですね。ここを抜けてから一気に、ズバッとね、セルセルセルで取れるよってずっと放送してきました。皆さん取ってるんじゃないですか？セル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 で。売りで取って、売りで取って、売りで取ってですよ。で、ボラティリティが、ここでちっちゃくなって上下のヒゲが、ブレーキのように見えてくるところで1時間の方を見ていきましょう。1時間の方を見る前にね、ちょっと昨日の時点での図があります。19時18分です。こういうふうにギザ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 円を描きながら、昨日の時点で値動きっていうのはこの辺を解説していたと思いますね。やっぱりセルで取れているんですけども、それでもねタイミングを間違うと塩漬けになっちゃいますからね。組み上げて高値になったところで売りに仕掛けていくっていう形ですね。一番上手なのはここで売ることなんですけども、それはなかなかできないと思います。ですので、このゾーンをね横に引いて、ここにぶち当たったら多少の含みゾーンはねしばらく出ますけども、セルでかけていくとここで決済できるってことになります。で、ここで跳ね返って上がるときにね、決済すればいいですからね。というのをまず挟んで、今日の1時間足、今のリアルタイムチャートを見てみると、こういうふうに横ばいに入りましたよね。ですんで、ここで決済していれば、あとは見ているってことができます。横ばい。上底、上の線がここです。あと下の線はね、ここになると思いますよ。だからここを突き破ったらまたセルですね。ここを突き破ったらまたセルでいくと。それまでは、ちょっとしたレンジに入ったと思ったらいいんじゃないですかね。で、このぐらいの幅のレンジだったら当然エントリーはできません。ご用心ください。前回のね、レンジは十分な幅がありましたんで、レンジの中でも買ったり売ったりで両方取るみたいなことをやってきました。往復ビンタですけども、今回はちょっと無理なんで、ブレイク狙いでセルを待っておきましょう。それでは本日は以上です。